チャンネルのディアです。はい、今日は今日私が持ち歩いているカバンの中身紹介。それではレッツゴー。まず最近使っているカバンはこちらです。レディーのカバンです。蛍光色がすごく可愛くておすすめです。蛍光のピンクの裏地ですっごい可愛いよね。じゃあ中身を1点ずつ紹介お願いします。まずエクトドンキのコラボのミラーです。これすごいコンパクトで持ち運びやすいので愛用してます。エクトドンキのコラボのミラーは何種類か持ってる？2種類だっけ？2種類持ってるんだよね。それを順番に持ち歩いてるそうです。じゃあ6個目、じゃん、ハンドクリーム。これすっごいいい匂いで、ジルシュアートのハンドクリームで、ホワイトフローラルっていうやつです。これは本当にいい匂いで、リリリ三姉妹3人お揃いです。お揃いです。3つ目、じゃん、マイケルコースのお財布です。これすっごいちっちゃいよね。ちっちゃくて運びやすいんですよ。これママとパパからのクリスマスプレゼントで一目惚れしたんだよね、リュアがね。でその前に使ってたお財布がちっちゃい頃のだったので買ってもらいました。小さいカバンにも入れられるからいいよね。そう、ピンクのグラデーションのところがかわちいそして4つ目、じゃん、携帯。このスマホケースはショップリノさんです。インスタのショップでぜひリオはこれ紹介しているのでチェックしてみてください。シリコン素材なので落っことしても衝撃を吸収してくれるので、お子さんが持つのはおすすめです。5つ目、じゃん、ロバ牛が入ってます。これはエッグのガチャのポーチです。大きさもちょうどいいよね。ちょうどよくて何でも入る、ね、全種類コンプリートしててダブったやつを買って持ち歩いてます。6点目、じゃん、これはエッグとドンキのコラボのポーチです。これ中に何入ってるの？中にお化粧品が入ってます。これはシーンのアイライナーです。発色も良くておすすめです。最近黒ラインの上に白ラインを引くのがハマっているので持ち歩いてるそうです。持ち歩いてます。あとはシャネルのシャネルルージュココボーム918番です。その中開けて色見せて。じゃあ明るいピンクっぽい赤です。すごい綺麗だね。プレゼントでも嬉しいよね。嬉しい。そしてこれはディオールの香水で、ミスディオールブルーミングブーケです。なんかちっちゃくてコンパクトで運びやすいし、めっちゃいい匂いです。そう、外でね、香水が匂いがなくなっちゃった時とかにちょんちょんってつけれるのがいいよね。レディーのレディーリップ美容液です。通常のリップ塗った後にこれを塗るとプルプルして見えてめっちゃいい感じですね。最初白かったのにリップの上から塗ってるから色が変わっちゃっててピンクっぽくなっちゃって、レディーでも2種類ピンク、ほんのりピンクのと白いやつ透明化が売ってたんだけど、ピンクっぽくなっちゃったねしょうがない、しょうがない。これアイプチなんですけど、要はつけまぐりとして使ってます。ママも昔からつけまのりこれ使ってた。で次にリカです。カラコンつけてる時にこの目薬するとさっぱりジモリしてます。で最後はタエのテープです。これは水につけて貼るタイプです。これだとテープしててもあんまり目立たないよね。100均とかに売ってるのでプチプラでおすすめです。プチプラ100均でもいろんな種類があって、リュアは幅が広いもの、細いのじゃなくて広いものの方が使いやすいね。そうですね。でこれで以上ですね。
ピュアのお出かけする時の持ち物はこんな感じです。外でねお化粧ってリップとかしか基本直さないからアイシャドウとかはね持ち歩いてないです。これにティッシュとハンカチも毎回ね持って行っています。こんな感じかな。ちょっと思ったより少ないと思ったかな。どうだろう。でもなんか飲み物とか入れてる。そうだね。あとカバンの大きさによって入らない時もあるから、うん、ちょっとね少なく少なく持っていかなきゃなっていつも心がけています、はい、みんなもこういうものを持ち歩いたら便利だよっていうのがあったらインスタの DM でもいただけたらと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。 See you again!